ついでにもっとハグを。ハグ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 。プレイ。どうもマグニーでございます。はい、というわけで皆さんお元気でいらっしゃいましたでしょうか。一応さっきのねハグのくだりで一応実際に体をこうやって動かしてる、うわ見てもらえないかちょっとわかんないけどね、ハグハグしておりましたが、昨日もねその動画の中でお伝えしておりましたけど、目型以外の道をですね作ってる途中でございまして、そこからちょっと始めていこうかと思います。そしてもう一つご報告として、こちらねご覧ください。修繕だぜ。これにあと無限がつけば最強でございます。はい、サクッと終わらせちゃいましょう。めちゃめちゃ遠いんで、このネザーの線路を使ってもかなりの時間かかります。スタート。ちょっとまあ喋りつつ、進んでいきたいと思いますが、今日のコメミ、ポンドです。はるか実装したかった、早くしてほしい。はあ、パンダさん結局 1.9 でも実装されませんでしたが、久々にちょっとキャラクターの感じをご紹介させていただきました。いまだマグクラのコメント欄にはキャラクターが、たくさんいます。先生から、そのスプラッシュはアメリカの古いパネルゲームテレビ番組 What's My Line? の中で出た質問らしいです。どうでもいいけど、あのスプラッシュテキストすっごいコアです。うん、コアだわ。マグニーさんの祈願のおかげで大学合格しました、ありがとうございました、というようなコメントね、くださる方いらっしゃいますけれども、これね違うよ。もうね僕なんていうのは、ただただ祈願しただけでございますから、皆様合格された方のね努力の賜物でございますんで、そこだけはお忘れなきようにね、あくまでお祈りしただけのことでございます。ちょっとやりたいことあるんです今日は。うん、先ほど冒頭でもお見せしましたが、弓矢に修繕ついてましたよね。1.9 になって追加された、宝エンチャントでございますよ。革命的変化ともいえる修繕、経験値を得ることによって、修繕がついた武器、防具、何でもいいんで、その耐久値が戻る、回復するという素晴らしい機能ですね。相当まあレアなのは分かっておりますが、ちょっと今回その修繕を持っている師匠を探したいなと思っております。かねてからですね、私このマグクラで、ずっとお届けしております、師匠を中心とした、攻撃、行ってきておりますけれども、今回は、前の動画をご覧いただくと分かるようにですね、サトウキビ回収設備がかなり効率化したので、相当溜まっております。なんとかですねその豊富な、紙を使いましてですね、私がちょっと集めた師匠たちを、中心として、どんどん取引をやっていきまして、で、修繕もしくは他の宝エンチャントでもいい、うん、を持っている、師匠をゲットしたいと思っております。そしてそんな中このようなコメント、修繕が欲しいと言っていましたね。修繕には新しい村を見つけるか、新しい村人と取引して手に入れるしかありません、頑張ってください。新しい村人か。 1.8 で捉えていた、師匠がどうやら修繕を持っていたみたいなことを、おっしゃってくれている方がいらっしゃいましたので、その希望にかけまして、はい、そんな感じでちょっとやっていこうかなと思ってるんですよ今回はね。まあその一流の希望にかけまして、ちょっと、そして何より、いつも皆さんコメントありがとうございます。本当に私は皆様のコメントで、が励みとなっております。いやしかし本当長いわ。一応ですね、ネザーゲートまではたどり着いてるんです。収録を終えてかなりやりました。たどり着いてるんですけど、そこまで行く途中にちょっとまあ材料足らずで、ちょっと足らなかった部分とかですね、メガタイガ行きのネザーゲートはですね、要塞の中にできてるんで、その要塞の中もちょっとこう加工していかないといけないっていうところもございますし、まあいろいろやらなければならないことがあるわけで、はい、やっていこうと思っております。で話は変わりますけど、皆さん任天堂のミー友はやられましたでしょうか。あれ面白いよ、あれ本当に面白いよ。どうせなんか自分のなんかアバターみたいなやつで遊ぶだけなんだろうとか思ってたらですね、まあいろいろとちょっとやり込み要素というか、そういった部分もありましてですね、今のところね面白いなというふうに感じております。自分の顔写真から自分の 顔に似たアバターを作ってとか、そういったことできますね。僕もねやっておりますので、あれってどうなんだろう、ツイッターとかああいうのやってないと友達になれないのかな。まあちょっとその辺の仕組みよく分かんないんだけども、ぜひね、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。はい、というわけでね、一番端っこまだ、途中加工段階の部分に到着いたしました。それではですね、いろいろと、進めていきたいと思います。いいね、花粉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 、マジでか、危ねえ
あっぶねえ。いけ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 、収録外で一生懸命作業してたんですけど、この作業やってたんですけどね、実はね落ちてます。マグマダイブじゃないけど、落下死してます3回ぐらいついちゃいましたね。はい、ここです。懐かしのメガタイガ横でございます。ここをですね、うまくちょっと敵の湧かないような状況にしていかないといけないので、オーケー。はい、これでいつでもここに来れるようになりました。行ってみましょう、メガタイガ。うほほほ、ご無沙汰だね。はい、ご無沙汰でございます。やってまいりました。いいですね、いいですね。ね、はい、こんな場所です。こんな場所すごくいいよね。景色すごく綺麗。これは一体何なんだろうということなんですけれども、いくよ。あら、あら、あら、おっと、うっぜぇ、うっぜぇ。これ 1.9 から追加された。まあいっか、それはそれ自然の音だから。さあ、こちらにもね、村人とか連れてきたいと思ってますのでね、開拓も進めていきましょう。まあ今日は帰る、今日は帰るぞ。このメガタイガから拠点まで、何分かかるのか、ぜひご覧いただければと思います。もう一切喋らずね、スカッといきますよ。よーい、スタート。あー、着いた。マジで長い、長いな、ほんま長いで。これめちゃくちゃ暇でしたよ、待ってる間。じゃあ今日の本題に行くよ。ゴーゴー。それではちょっと、準備します。かつてはこのサトウキビの少なさが悩みの種だったのに、見てくれ、今やこんなにも神がある。これだけじゃないぞ、実は収録割で作っている。ご覧ください、ドーン。やばいね。まあとにかく行きましょう。まずはね、ここのメンバー全員とやろう。危ない。よし、耐久力3のお前から行くぜ。まあそれじゃあね、こいつの、最大まで行くまでね、ちょっと早送りしましょう。はい、来ました。射撃ダメージ増加5、これも使えるよね。で、アンデッド特攻ですね。はい、君はそこまでか。じゃあ次の彼行こう。あ、全部行ってるか。あ、もう一段階あるね、もう一段階あるね。やりまーす。はい、来た。火属性か。よし、とりあえずこの部屋の支所全部やったけど、宝エンチャなしです。ノックバック、よし、もう手当たり次第いくよ。来たよ。うーん、ダメだね。じゃあ次はお前だ。来た、パンチ。よし、今のところ、まあ、4かなりやったけど、未だに宝エンチャント出てません。紙の方もですね、結構消費したけど、まだね残ってるから全部使うからか。今回もう全部使うわけでいいからね。あ、無限だって、欲しいね。うん、ノックバックで虫特攻、しかもレベル低い。でもね、インフィニティなのよ。もっと来たいね。フレイム、うん、っていうか来た、ダメージ増加5だ、マジか。というわけで、すんげえ師匠がちょいちょい出てくるんで、運び入れるための準備もしておきましょう。
おい君はダメージどうかよ。よし、とりあえず行くぞ。来た。水中歩行3、水中歩行3も使えるな。また埋まっとる。しかも2体もおる。何してんのさ、これ穴でも開いてんのかな、ここ。まあ、とにかく取引を優先してやっていきます。よっしゃ、めっちゃ時間かかったこいつ。うわー、効率強化後か。いいのはいいけど、そうか、もう怨念実はこれ。おお、君を探していたんだよ。一つください。ありがとうございます。よし、じゃあ行くぞ。まだまだやるよ。来た。うわー、うわー、よし来た。あかん。耐久力さんと落下耐性さん、落下耐性さんもいいんやけどな。多分最大レベルだと思うねんけど、ちょっと捕獲するだけしとく。来た。水中呼吸にノックバック。わあ、シルクタッチ出た。しかも安い。安いな、シルクタッチ安いってことはさ、いいってことじゃん。どうだ、ダメージとか。 おすげえ。うわ、すげえ。くそ、うわー、もうマジか。くそ、どうしよう。ちょっと待ってよ。オッケーオッケー、閉じ込めたぞ。ちょっと渋い感じのやつ、なんだ。うわー、全然ダメじゃん。さあ見よう。うー、おー、ドロップ増加さんです。これは欲しいな。いやー疲れたな。ただ攻撃するだけでガラスがかなりゲットできたな。あ、まだちょっと残ってんだ。持ってこう。全部やるぞ、全部やるぞ。これかなり手間かかるんで、司書たちの移動はですね、こっそりやっときます。で、今回取引でゲットしたこの本棚全部ね、本に変えときます。来た。どうだ、アンテッド特攻か。よし、こいつが最後になるかもしれません。いや、こいつが最後だ。手持ちのものを考えても、どう考えてもこいつが最後です。あれ、もう終わった。フレイム、さあ来い。うわー、ダメか。あー、おー、勝手に進んでる。かなりやりましたが、結局宝エンチャントは見つからずでございましたが、まあ有力な、エンチャント棒を持ってる師匠は、まあ、何名かか、捕獲し、まあ、今後使っていけるかなっていうところなんですけど、やっぱちょっと宝エンチャ探すの難しいかもしんないね。やっぱ新しい村人じゃないと本当にダメなのかもしんない。それではちょっと経験値50も溜まってるので、最強の弓矢をね、ちょっと作ろうではありませんか。最強じゃないけど、これまだ攻撃力上げれるからね。いくよ、今日のエンチャントのコーナー。チャレッチャッチャッチャッドッドン。うわー、コスト高えけど無限がついちゃ最強の弓の完成です。あ、ちょっと名前変えとこう。はい、じゃあね、これどう。アルティミスの弓の完成だ。この弓はもう潰れることはないぞ。素晴らしすぎるな。いやー、師匠との戦いは長かったな。もうしょうがないやね。まあね、そうこうしているうちに、また溜まってるとは思うんですけど、あ、まあそこそこ溜まってますね。手直しとリクエストのコーナー。はい、昨日の続きですね。一括装備の場所ですが、へこんでるところ、兄貴が入るところの壁の横に看板を置いてから貝が入ると晴れますよということで、こういうことかね、こういうことですかね。あ、これでいいんじゃない。てて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 、うわー、うわー。
はい、というわけでですね、今日も長らくお付き合いいただきましてありがとうございます。そして、マグクロ兄弟の中で、お祝い事のある方、今日誕生日やもしくはね、他にもね、まあ、合格した、最近だとね合格報告がかなりあるんで、そんなマグクロ兄弟のために今日も花火をあげて、俺が代わりに美味しいものを食べるということをやっていきたいと思います。はい、それではね、今日もねパンプキンパイ、いくよ、いただき、いただきパンプキンパイ、はい、おめでとうございます。グッジョブグッジョブ、みんな頑張って頑張っていくぜ、人生はバラ色だぜ私は神だ、全知全能の神である私は師匠との取引のためにエメラルドを惜しみなく使う、そう私は神っていうか、神のコメントくれな、俺振りがないと神のくだりやれへんのに、今日自分がやりたくて自分で勝手にやってしまいましたやん、これ、みんなのコメント待っております。花粉花粉花粉がきつい、よいしょ、やってまいりました。それではですね、本日も、マグクラ兄弟の幸せを、祈願いたしまして、マグロ大明神にて、お賽銭したいと思います。はい、いきますよ、みんなが幸せになれますように。はい、マグロ大明神、どうぞよろしくお願いいたしますね。よし、みんなね、いろんなねこう報告くれるよ。まあ合格報告はまあ嬉しいよね、本当にみんなが合格するってことは嬉しいことでございます。はい、それではですね、本日はこの辺で、失礼したいと思います。とりあえずね、修繕欲しかったんだけど、またね、サトウキビが溜まるまでは、おとなしくしてようと思います。ぼちぼちね建築していこうと思ってますんで、日本村泊まり込みももしかしたら、次回ぐらいからあるかなとは思ってるんですが、まあツリーファーム作りたいなとか思ってるんですけれども、まあ、木がね、当然たくさん必要になってくるんで、まあ、そんなこんなで、ツリーファームやるか日本村やるか、また次の動画を、楽しみにしておいてください。お大喜利、これにていいね、戦闘開始。ディリリディリリディリリディリディ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